どうも、スイッチマンです。スーパー系ロボット対戦アルファ第53話やっていきます。前回はマジンカイザーの登場でした。今回は超電磁コンビがメインの話です。では機体の改造、運動性と限界をメインに挙げます。あとは激輪弾をフル改造。それでは始めていきます。それではスタートですが、まあたバラバラになっとる。とりあえず、ハイネルと、剣一氏の一騎打ちからです。
ハイネルが突っ込んでくるのを待ちます。ここ、剣一宇治以外の機体でハイネルを攻撃すると熟練度がマイナス10されます。まあ、一騎打ちで言うとりますからね。ではハイネルをやっちゃいます。鬼弱いんですけど、こんなんでよく一騎打ちとか申し込んできたな。ハイネルは踏んだり蹴ったりですね。あと、超電磁部品が揃いました。君たちさ、どれがどっちかマップ上ではわからんのよ。とりあえず合流して合体ですね。とりあえずコンブイから合体ね。ボルテスが混じらないように確認します。マジで超電磁部品は混ぜるな危険って書いとけ。あとはゲッターとボルテスも合体。初めから合体しといてくれ。シンジとアスカの撃墜数も伸ばしたいな。紙芝居参戦みたいな感じになっとるし。では円盤から行くとしますか。シンジは覚醒使ってシコシコします。もういっちょ。
こうやって覚醒使ってますけど、デイスまではほど遠い。S2 機関はマジで取らんで、正解でした。ガルーダはコンブイを狙ってきます。なんか知らんけど復活してきてるアスカ、ユングやカブトとの絡みで持ち直してきたようです。幸運使える人は使っていきます。ナマズンゴ、サイモン、ダイモン以外はしょぼいんですけどね。くらえ、シン、シャイン、スパーク。だいぶはしょりましたが、あとはドズールとガルーダです。ガルーダから行きます。神の声に恐れをののけ。ゴッドラムーデナムー。モロハの剣だそうだが、使用制限はない模様。危なかったぜ。締めはスピンで掘ります。いつかだちから超電磁竜巻。
なんつー情けない顔をしたるんだ。あとはドズールですね。適当に削って剣一打ちでいきます。戦うと熟練度マイナス10です。やっぱりんかわいいな。とりあえずハイネルを逃がしたことで、説得フラグが立ってます。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。